世紀はその投球の8割がストレート。分かっていても打てない伝説の速球の持ち主、山口隆。169センチの小さな体を目いっぱいに使った投球フォーム。そのストレートに強打者たちが次々と屈していった。ノーヒットノーランをした時のボールなんですよ、はい、僕1年生大学で三塁側のベンチから山口隆さんのピッチングフォームを見て、本当にね、体小さいんだけど、ボールを叩きつけていくこのバネのすごい速さね。それで低めのボールがガーンと伸びてて、みんなが空振りしていくっていうね。あのボール見た時の俺は、こんなピッチャーがアマチュアでこれだよって、プロでなんか絶対通用しないなってね。ダメ出しを出してくれたぐらい衝撃のピッチングを見せてくれたのは山口隆さんだったね。すごいですね、やっぱり。まあ、笑顔はね。